連れの彼女はうつ味のメーヘラ大学生の時俺の連れから聞いた自業自得な話連れの彼女はうつ味のメーヘラでした俺も何度か話したことはあったけど陰鬱な感じのする女の子だったうつのためかたまにちょっと奇妙な言動もあったようで彼も付き合い方を悩んでいた 別れをを切りり出したりしたたたたら何をするか不安だったみたいで,でもうつでない時の彼女はとても優しいことのことでそういうところが好きだったらしいそれでもやはり大変らしく彼女の妹さんにうつの時の接し方とかを相談とかしていた妹さんは常に明るく元気な子だったので連れの心は次第に妹へ流れていった。 彼女にバレたらすごくややこしいことになるのは明白だったが、連れはとうとう妹さんと関係を持ってしまった。2か月ほどしてとうとうその時がやってきた。連れが彼のアパートで妹さんと一緒にいる時、彼女が乗り込んできた。連れ曰く、その時の彼女の目は一生忘れられないものだったそうだ。 彼女は無言で体を小刻みに震わせながら、血走った目を見開いて、やがて絞り出すような声で、よくも妹と。彼女はいきなり妹さんの腕と髪の毛をつかむと、そのまま外へ引きずり出してしまったそうだ。 恐怖で縮み上がっていた連れが我に帰り二人を追いかけたんだがすでに近所には見当たらなかった連れはこの後に身に起こるであろうと思われる様々なことに怯えながら外出を控えできるだけ友人と一緒に過ごしていたある晩俺たちは連れのアパートで鉄腕をしてた結構夜も更けて一時ごろだっただろうか ラス目のやつがコンビニまでパシリに行かされ残り3人で休憩していた時だったアパートの通路を歩く足音が聞こえたのでパシリ役が帰ってきたんだろうと思っていたアパートのドアについているポストがカタンとなった全員が「え?」と顔を見回した次の瞬間何かがドサッと郵便受けに こんな時間に郵便んなわけねえだろ。じゃあなんだよ。というおろおろした会話が交わされ、つれが、君悪いからお前らも来てくれよ。というので、三人で恐る恐る郵便受けを見に行った。つれが外には誰もいないのを確かめて、思い切って郵便受けを開けた。ばさ。 郵便受けから出てきたものは大量の髪の毛だった凍りついた俺たちが次に見たものは一通の便箋そこにはボールペンで書き殴ったと思われるものすごい字で「許さない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 」とびっしり書かれていた。 なんだよこれと俺たちはへだり込んだ少し間を空けてバシリ役が帰ってきた彼も髪の毛と便箋を見て腰を抜かしていたがやがてぼそっと口を開いた帰ってきた時変な女とアパートの前ですれ違ったんだ夜なのにまぶかに帽子をかぶってて ぼソぼソ何か言いながら笑ってたぞ。嫌がる連れに髪の毛を確認させたところ、髪の毛はおそらく彼女のものだろうとのこと。おそらくというのは、中に短めの毛も混じっていたから、ちなみに彼女はロングです。そして、こんな短いのは妹のっぽい。 連れは慌ててアパートを引き払ったがその後もいろいろとあったらしい。